レディーゴー。ふっ、今日の金曜バラエティはご飯を食べに行きましょう。ご飯は好きですね。大好きです。好きですね。好きだけど。好きですよね。バラエティと繋がらないな。最近この水曜配信のアシスタント、うちの国玉くん。国玉くん。たまにね、月曜のクッキンマンでも手伝ってもらうんですけど、はい、その時なんかなかなかご飯を、うん、まともな飯を食ってないって話するんですよ。ちなみに昨日のご飯なんだった？昨日の夜はおかゆを食べました。おかゆ食ってんのよ。晩飯はおかゆでしょ、はい、お昼は？お昼はパン、あのチョコチップパン。たくさんね。いや、美味しいけどね。やばいな。何歳？19です。19の男子が。もう元気なね。カツパンとおかゆですよ。やばいね。だ、月曜日のクッキンマンデーで、うん、鶏肉をね、胸肉使ったんですけど、うん、鶏の胸肉見て、うわぁ、お肉っすか。言ってたんだよ。あんまり胸肉でお肉っすはないね。そうなんです、ね、今日はですね、はい、僕に思いっきりご飯食べてもらおうかなと思って。おやった。そうなんです。飯食わせてくれる人、はい、今日は呼んでます。見つけましたから。ちょっとお呼びします、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうも。今日はですね、腹ペコ男子が来てるんですけども、はい、この前聞きました。この前食えてないスタッフがいるっていう話をして。そうなんですよ。誰かしたろって話なんで。なるほど。ですよね。すっごくですね、心が広いとか懐が広いから、うん、めちゃくちゃ食っても今日いいですよね。いいです。とりあえず1万円分。おお、マジですか。1万円分食べていいんですか。食べていいです。だけど食べておごりたいんですけど、はい、食べれなかったら翼くんに払ってました。やばっ。ちょっと食べきれなかったら1万円頼むってことですか。1万円分絶対ただ食べてもらえばいい。食細そうだけど。いける。まあ頑張りますよ。いや、腹立つな。なんかもう張り合うことかも手伝いしてもいいですよ。あ、もう3人で、はい、もう、はい、カニタマはさ、いや、クニタマです。あ、クニタマ、はい、あの、食べ物。クニタマくんはさ、普段食べるときは、いっぱい食べるときどれぐらい食べるの？あの、最近、あのペヤング の2100何キロあるのを食った後に、あの2100何キロあるやつ、はい、でめっちゃ2トンじゃん。あ、違う。ゾウじゃん。ゾウ食ってるやつ。1万じゃ足りないわ。100万本まで食わないと。2100何グラムあるやつを食った後に、あの幕の内弁当とどんべい食いました。行くね。何で1万円だったら簡単ですね。そうね。だからほぼ食べてもらって、僕らは普通に食事して帰る感じ。はい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 。まあだって食べきればおごってもらえるってことだもんね。はい、ありがとうございます。ちょっと、じゃあまずその名物のデカカレーいける？頑張ります。いくつかあるよ。カツカレー、唐揚げカレー、チキンカツカレー。全部美味しそう。3ついく？それか、お特盛りにカツと唐揚げとチキンカツ乗せます。え、トッピングだ。それでおいくらですか？1900円です。あ、でも、いや、それをご飯すればいいから。1900円で国玉を失う可能性がない。それはまずい。じゃあカツカレーで。カツカレーですよ。オッケー、オッケー。とりあえずカツカレーを。カツカレーの。え、俺らは？え、どうして、おすすめあります？大食いでおすすめ作ってるんだ。ステーキあります。あ、ステーキ！来た。そうだ。ちょっとお値段上がるので、うん、ステーキとベーコン。わ、いいですね。それじゃあ2つ行きましょうよ。行っちゃっていいですか？はい。え、これその同じの頼んでもいい？ダメ。ダメ。同じのメニューはダメ。ステーキ10万くらいいもんだって。なるほど、ね。確かに。カレーとステーキとベーコン。はい、で様子見ます。様子見ます。お願いします。お願いします。さ、これで今いくらなのかっていうね。確かに今これで3200円。だから3分の1ほど。マジか。3200円。3200円。3分の1。いや、ちょっと2つ目も考えとかないとよ。食べたいな。唐揚げ丼食べたい。はい、おきましょう。おー、きた。うわ、うまそう。めちゃくちゃうまそう。勝ちじゃん。
幸せ、はい、素晴らしい素晴らしい出た、うわ卵乗っちゃってる、ベーコン丸々だ、これボリュームあるぞ、素晴らしい、これでかいな、なんだこれちょっとカツカレーカツどこいや、うまでも、いけるよな、いきますよ、うん、これ食った後、もう食べたいのあるんだよね、はい、何食べるの、唐揚げ丼が食べたいです、唐揚げ丼、唐揚げ丼もう準備しようと思って、まずはでも、これじゃない、そうそう、行ってもらおう、行こう、まがたま、いや、国玉です、うん、はい、やっぱこれ邪魔だやる気が出たな、それ終盤でやるやつ、確かにいただきます、うん、はいよ、いっぱい食べてほしいもんね、そうそう、やっぱ若者にはね、あ、でもうまそう、おお、いいよ、どうよ、美味しいっす、かわいいな、かわいいな、いけそう、こんだけうまかったら、もうこれだけうまかったらもう余裕ですよ、辛さはちょうどいい、ちょうどいい、はい、じゃあ僕らも食べますか、行こう、うん、いただきます、うまっ、うまっ、マジだよ、やらけえな、やば、うん、これでも10枚いけるわ、うん、わかるけどな、ねえ、これうまい、うまっ、いや、このね、ボリュームで安いの嬉しいやん、うまっ、松村さん、これなんでからしなんですか、 USB 普段でからしとかバターあのとかで食べる方が嬉しいかも、あ、そうなんだ、US ってなんすか、イギリス知らない、はい、やっぱさ、国名一つも分かんないよ、いや、分かんない、くそがない、イギリスの首都は、パリうまいな、フランスの首都は、ジョージ、もうでも、もう早いね、早いな、もくもくと、ただ同じのが無理なんだよね、そう、メニューちょっと見ながら、確かに、ちょっと作戦考えとこう、これやっぱ唐揚げ大好き男だからさ、うわ、いいじゃないですか、唐揚げ行こうかな、唐揚げ行ってもらって、あ、でも北間くんは唐揚げ、北間くんごめんね、北間くんが使えるかまずでも唐揚げ丼行ったんだもんね、今注文してて、あ、そうか、でもなんかちょっと高いのとかで、うん、牛スタミナ焼き定食とか、ほんとや、多分ここのメニューで一番、そうだね、高いやつでしょ、うん、俺餃子にしとくわ、餃子1、薄くないですか、一旦ね、一旦薄くない、餃子ちょっとお腹いっぱいなってきてる見てる人が思ってる以上にでかいのよ、一時切れ、一時切れ 300g 以上、 300g? 320g、 うえー、これはでかいわ、ベーコン250g こっち何 g ですか、これは 2.4kg、 2.4、 でも早くない、半分いってない、ほんとだ、じゃあとりあえず注文しておきます、行こう、牛スタミナ焼き定食、うん、生姜焼き定食普通、了解です、次でしょ、安いな、2つ合わせ1700円、5000円いったぐらいいますね、え、皆さん、唐揚げ丼がもう来てます、嘘だろ、はい、隣のテーブルで待機してます大食い選手権じゃん、ワンコそばが来て、でも行った、素晴らしい、ここ行ってきます、おい、味噌汁の野郎ついてきて、じゃあ唐揚げ丼、私行っちゃいますよ、いいですか、お願いします、すいません、味噌汁は僕のです、お前そういうとこだよ、さあ、撮影の時も先生のご飯をお前取ってさ、研究者が足りないんだよ、お前は食えよ、早く食ってますよ味噌汁は味噌汁は僕です、うん、よし、うん、まっで、お出汁もしっかり効いてる、よっしゃ、私も分厚ベーコン、うん、ごちそうさまでした、よっしゃ、美味しい、え、これ食べれば、腹何分目、12ぐらい、え、無理、頑張りますけど、12分目ってもう入んないじゃん、普通心が何だろう、どういう怖いんだけど、食堂までの、あ、までの、なるほど、岩埋まったと、あとは食堂
終わりじゃん。1週間分お腹いっぱいにした方がいい。おかゆなんか1週間食べられないぐらい。無視だよ。ちょっとあの値段と審判みたいに見てるのだけちょっとレムさせてもらってもいいですか。ちなみにこのカレーを100人頼んだら何人ぐらいが食べきれるぐらいの感じですかね。100人だ。あ、完食するのはでも約半分ぐらいは食べる、っていうか大盛りがあるんで1回大盛りで1回ストップするんですよ。特盛りはやっぱり大盛り食べた人が自信ある人が行くので。特盛り頼む人は1回大盛り食べました。あー、なるほど。牛スタミナ敗北です。あれー、最悪や。あれー、最悪や。米ついてくんだ。めちゃくちゃあるんだけど。ちょ、松本さん、普通サイズ頼んだんですよ。これ普通ですよ。これ普通？え？これ大盛りじゃなかった？普通か。超特盛りサイズ。マジで米のこと一切考えてなかった。定食だ。定食だ。ステーキとベーコン食べたんだからおかずだけだと思ったけど。最悪や。え、これいく？ご飯抜きでさ、おかずだけでさ、100円引きとかで食えるじゃん。800円とかで。800円とかで。それしようよ。次からそうしましょう。あ、そうそう、僕の生姜焼き。ご飯抜きでいくらですか？300円くらい。500円ですね。安っ。ライスと味噌汁抜いて500円？500円で1万円食おうと思ったら、いくらですか？え、いくら20杯。20杯20定食20定食と無理ですね。うまっ。うまいわ、うまい。うまいわ、うまい。